はいどうも、黒田正幸です、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、サクソフォーンのいろんな技術の根幹をなすテクニックということでオーバートーンについてちょっとお話をしていきたいと思います。でまずはですね、動画の一つでマウスピースだけで音階練習してみましょうっていうのを出してるんですけど、あれができること前提ですね。で、あとですね、少し前に公開させていただいた、低い音の出し方と高い音の出し方というところで喉の使い方を説明しています。で、このあたりも、合わせて見ていただきたいと思いますが、オーバートーンは、まあ、練習するまで取っかかりになるのは一番低い音、B フラットで、この音から練習するのがまあやりやすいんじゃないかなと思います。で、一番低い音、オーバートーンじゃない音ですね。これを基音というふうに呼んでます。元、基礎の音ですね。で、その名の通りオーバートーンの基礎になりますので、これがしっかり吹けてることが前提なんですよ。これがね、できてなければ、その先なかなか進みにくいと思いますので、まずこちらを練習してください。で、倍音は、まず第一倍音というのはないんですよ。何かに1かけても数字変わりませんので、1つ目の倍音は、第二倍音というふうに呼びます。で、これ1オクターブ上の音ですね。交互に、普通の指で出した音とオーバートーンで出した音と交互に出してます。で、あと次の倍音が第3倍音、オクターブキーを押したファの音ですね。この辺りはオルタネートフィンガリングでもお話ししたと思いますね。で、次の倍音が第4倍音で、オクターブキーを押した、B フラットの音ですね。で、ここまではそんなに練習いらないと思うんですよ。ある程度吹けてる人は、まあ、大体この辺はもうちょっとやってみればすぐ出るんじゃないかなと思います。で、次のですね、第5倍音というのがもう比較的難しくてですね、ここが乗り越えられれば、その上もトントントンと行くんじゃないかなと思ってます。第5倍音はこのね、パームキーのレに相当しますので、ね、オーバートーン出すときはオクターブキーを押さないでくださいね。あんまり練習になりませんからね、それをね。で、音がね、今ちょっとそれなりの音量で吹いてるんですけど、大きな音で吹かない方がいいと思います。で、最初のうちはやっぱり出にくいというか、まあ、なかなか出ないので、練習してる間に無気になってですね、だんだん音量が上がっていくんですよ。皆さんそうです。で、がむしゃらに吹いても出ないものは出ないので、ダーツバーでダーツってありますよね。で、ちっちゃい的にダーツ当てるのにこんな思いっきり振りかぶって投げる人いないですよね。こうやって狙わないと真ん中いかないですよね。なんでちっちゃい音でやればいいです。次の倍音が第6倍音、ファですね。通常音域になります。次からフラジオに入りますね。第7倍音はラのフラット、これフラジオになります。第8倍音がフラジオのシのフラット、3オクターブ、何オクターブ、1オクターブ、2オクターブ、3オクターブ上のシのフラットですね。
生してくるんですけど、これをまあできるだけないようにはしてほしいんですが、まあまあ言ってもあのまだ出ることが先決なので、まず出しましょう。で、第8倍音で終わりじゃなくて、その上もあるんですよね。いろんな音作りをするときにやっぱ必要になってきますので、上の方の音も練習しておいていただければと思いますが、まずはこの難関であるところの第5倍音ですね、これを出せるようにしてほしいと思います。で、気温が今 B フラットだけで説明したんですけど、気温を C にすれば半音ずつ上がります。ね、どうかな、出しやすいと思うのが最低音なので、最低音からまずは出せるようにしていただければと思います。で、管というのはやっぱり短くなれば短くなるのが難しいので、ね、こういう短くなればなるほどどんどん難しくなります、ね、はい、こういうのもね練習しておいていただければと思います。今日はですね、オーバートーンについてちょっと触りだけですけども、ご説明をさせていただきました。ちょっとね、詳しくやるとなかなか動画が長くなるので、少しずつやっていきたいと思います。今日はまあ1回目ということで、とりあえずは、オーバートーンというものを、ざっと俯瞰してご説明させていただきました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。登録もよろしくお願いします。